埼玉県本庄市。去年の夏、この町で保険金疑惑が持ち上がった。疑惑の人物とされた金融業者 A 氏をめぐり、連日報道陣が殺到。 A 氏は自分がオーナーを務めるスナックで連日会見を開き、警察やマスコミ批判を繰り広げる。当初ボルテージは上がる一方だった。だが警察の捜査は秋を迎えても進展せず、疑惑はニュースの表舞台から消えた。ところが今年に入ると捜査が急展開したとの情報が流れ、細々と続いていた会見は再び熱気を見せる。その席で A 氏は、これがね、僕はですね、逃げようと思ってやった、どこ逃げるかな。中国でしょ、上の方中国で、後から香港、オーストラリア、アメリカ、エジプト、これのどこかに逃亡しますんで、埼玉県警の皆さんもこのどこかの国にいますんで。国外出国発言も飛び出す中、 A 氏は会見を200回を迎える今月18日をもって打ち切ると発表。その一方で自分の趣味の射撃の腕前を披露するなど余裕を見せていた。そして問題の夜を迎える。今月8日午後7時、通算190回目の会見がいつもの通りスタートした。この世の A 氏はいつになく上機嫌であった。この日の会見では A 氏の右横の席に毎日新聞の記者が着席。リラックスした雰囲気に、わずか18分後に大田事件が起きることを予想した者は誰もいなかった。だいぶ目黒ももうダメ時だからさ気になる。いいことだじゃないそれね。え、目黒のダメ時だから、どういうことですか。後に暴行を加えることになる記者にもこんな一言をかけている。男毎日だよね。ああ珍しいね。いや、せっかく来たんだから何か聞いてくださいよ。会見から11分後、毎日新聞の記者が質問を始めた。警察から何の接触もない、直接的に接触。うん、はい、いいぞ。今日、いや、最近ちょっと、まあ接触っていうのはないけどね。今電話かかってきたり、まあその程度、記者は警察との接触について繰り返し質問。 A 氏は次第に苛立ち始める。聞かれたんですよ、事件。事件でね、もう終わるんでね。警察はいつ行かれたんですか。昨日も言ったよ。どんな台湾の人と毎週してたの。内緒、内緒。そして毎日新聞の記者が質問し始めた3分後、質問が途切れたその瞬間、毎日のさ、なんだ、もう一人のとか、僕かぎまんねえでくれ、そのこの辺の周りを。あんたの一番かぎまってんだからさ。周辺取材に対して奮撃する A 氏。何、僕の知り合いのとこ行って生産借りをもらったんじゃないんですかとか、なんだとかつって、そんなバカげなことをね、新聞社がやってんじゃないっつの。だってそれやな、夏頃なら話は別だけど、今年になってじゃねえかよ、そんなことを言ってやるっての。およそ3分間一方的に不満をぶちまける A 氏。そして会見開始から17分後、ついにその怒りは頂点に達した。これマイクちょっと片付けておいたらいい。どうしてするの。取材だって、てめえ、俺が生産からくれたっつんかよ、てめえんところでしょ。いや、なんとか言えよ、こっち来いけ。なあ、取材ならいいんか。生産からもらったんじゃねえんかって、俺と30年の友人にそういうこと言って、
素材からいいんかよ、この野郎。ちょっと警察呼びますよ。呼べやつ、呼べよ、俺。ラクトマンしてこい。ラクトマンしてこいよ、俺。それ。誰記者を外に追い出すと、金融業者 A 氏は気が済んだのか落ち着きを取り戻し、あっけに取られる取材陣を相手に再び平然と会見を続行。さらにこの後、これもいつも通り近所の別の店で二次会と称する会見の続きを行った。そしてまあ、本庄署までさ、先ほどほら、記者を殴った件でさ、来てくれる？殴られた毎日新聞記者は、下唇の挫傷で全治3日。毎日新聞社は怒りのコメントを発表した。取材活動に対する不当な暴力行為であり、断じて許せない。警察当局に厳正な対処を求め、医師による診断書とともに被害届を出した。しかし、A 氏は翌日以降もいつものように会見。音作ったんでしょ。さて、映像も音も一切加工してません。モザイクだけです。じゃあ、俺は立吉に勝てるかもしれない。最後の会見を数日後に控え、突然飛び出した大田事件。捜査の急展開も伝えられる中、今度は何が起きるのだろうか。あと6